さて、トライメント計画が始まって1ヶ月が経過しました。今の生活に慣れてきたところで、これから選択授業を実施します。選択科目は資格試験の取得コース、自由学習のコースの2つ。1週間後から選択したコースでの授業が始まります。入学時に説明した通り、上半期はこの選択授業が計画における皆さんの結果への大きな足がかりとなります。自分で考え、選び、実行した結果が自身にとってどういう価値のあるものか、それを客観的に調査し、適切な目標を導き出します。下半期はこの目標を実現するために過ごし、卒業後の展望を明確にしていくことになると考えてください。詳しい内容は今朝タブレット端末に送信された情報に書かれています。より具体的な補足説明と質疑応答は週明けの放課後に改めて行います。気になる方は任意にて参加ください。それではホームルームを終わりにします。おい、歩きタブレットはやめろ。あった。しょうがないですね。なんで偉そうなんだ。選択授業、ももは自由学習コースだよな。どうしたものですかね。そこ悩むところなのか。部下はどうするんですか。私は司法業務機械処理取扱試験をとりあえず、他は改めて探してみるつもり。ああ、司法 AI 処理試験ですか。なんだ、知ってるのか。バカにしないでください。一応ももちゃんの専門分野ですからね。桃といると学習がはかどって助かるよ。ん？どういう意味ですか？別に。どうした？ああ、いえ、なんでもないです。適当に座りますか。そうだな。あ、大立さん、ももちゃん。
ああ、ひなこ、おはよう。ひなこさん、おはようございます。二人とも、おはよう。お隣、失礼するね。さて、とりあえずやっちゃいますか。それじゃあ、トト、よろしくです。はーい、かしこまりです。もう終わったのか？まあ、所詮はアルゴリズムですからね。それが分かったところで早くなるものなのか？ももちゃんの中でたどり着く答えは分かっていますから。はあ、素直に感心するわ。ひえ、私まだまだかかりそう。それじゃあ、ももちゃん、館内をブラブラしてきます。あいよ。ももちゃん、お疲れ様。ももちゃん？こんなところにいたんですか。あれ？ということは、もう適性検査のレポート終わったんですか？いや、それが機械の不調とかでエラー入ってたみたいでさ、この後再検査するみたい。それはなんとも面倒ですね。えい！それはこっちのセリフじゃないかな。はっと、そう、そっち
ちがそういう手段に出るなら、それ。あれ、聞いてない？ももちゃん、わかったから。探してたんだけど、貸し出し中みたいだね。本当にこれを隠してたんですか？まだ何か隠してるんじゃないですか？誰もいなかったから驚いただけだよ。つまんないです。授業どうするんですか？ああ、まだ決まってない。ももちゃんは自由学習？やっぱりももちゃんはそういうイメージですか。まあ、あの二択だとね。ももちゃんも悩んでるの？授業に悩んでいるというよりは、これからどうしようかなって感じですかね。研究とかは？それはもちろんやるんですけどね。なるほど。ももちゃん、立ち話もなんだし、中庭でも行かない？え？行きます、行きます。オレンジジュース？果汁 100% です。あそこに座ろうか。
俺も桃ちゃんに聞きたいことがあって。桃ちゃんにですか？うん、桃ちゃんっていわゆる研究っていうのに取り組んでると思うんだけど、なんていうかな、そう、研究者になるための道のりってどんな感じなのかなと。道のり、うん、そうですね。正直言いますと、ももちゃんも適切なアドバイスができるかちょっと怪しいです。ももちゃん両親も研究者でして、昔から研究室に連れて行ってもらう機会は多くてですね、そこで研究に混ぜてもらったり手伝ったりしているうちに、気づいたら研究者と呼ばれるようになっていたので、通常どういった道のりを歩むかについてはあまり詳しくありません。ですが、何かを突き詰めたいという思いがあるのであれば、それを解き明かすために行動することがスタートになると言えるのかもしれません。ももちゃんは人工知能の研究を行っているわけですが、この研究もまた人間の知能の原理を解明するという目的から始まったものなんですよ。なるほど。それにしても研究者について知りたいなんて、急にどうしたんですか？ああ、適性検査や選択授業の件があったから自分が向いている道について考えてたんだ。まあでも今突き詰めたいものが何かと言われると、ももちゃん、ありがとうね。質問が全然まとまってないのに、ごめん。いえいえ、なんだかこういうのは照れますね。リヒトがログインしました。あっ！ヒエラ！
おっとごめん待たせたね。呼んでないよ。そう言わずに。司はともかく、ももちゃんは適正検査レポート終わったの？終わりましたけれど、何か？え、司、僕出直した方がいいかな？なんか用があったんじゃないの？いやまあ、そうなんだけどさ。なんですか、リヒト。用件があるなら言ってください。ああ、うん。じゃあ、単刀直入に。君たち、自由学習コースで一緒にゲーム作らない？